シャス長です。今回は模様替え直後の、部屋の方をね、紹介していきたいと思います。僕の部屋はね、オーディオと水木奈々さんをこううまいこと合わせて作り出した部屋で、こんなね、感じにねなってますよっていうわけですよ。ざっと見るとこんな感じ。そうで、上には奈々さんの歴代シングル CD がちょっと飾ってるわけですね。ちょっと角度変えますよ。こんな感じでね、バーッと、はい、こうなってるわけです。で、ちょっと詳しく説明していきますと、机の方からじゃあ寄っていきましょうか。これはこのヘッドホンですね。このヘッドホンはサラウンドヘッドホン、初代僕が使ってたサラウンドヘッドホンで、今はねもうほとんど使ってなくて、まあパソコンのね音とかをたまに聞くぐらいです。で、 iPad はこれ初代なんですけど、まあこれも使うことはほとんどないものですね。今はこちら側にありますね、新しい iPad ですね。それも3代目ですか、レティナディスプレイになった時のねあれですよ。で、こっち側に行きますと、はい、グイーッとねこう寄っていただきますと、これが、まあ、PS3 ですよ。これがね、今使っているサラウンドヘッドホンのソニーのね新しいやつの、プロセッサーで、PS3 と PS4 スピーカーの上にね、ちょうど幅が合うんですよ。これがそんな感じでね、こうやって積んでます。で、 PS4 のコントローラーがあるというね、そんな感じ。スピーカーはね JBL の、ちょっと待ってくださいね、4302ですね。ちょっとピントがなかなか合わない。よし、JBL の4302というね、モデルを使っております。これはサラウンド用のスピーカーで、まあ主にゲームとか映画とかアニメとか見るときにこれ使います。で、こっち側に戻ると、で、これがあれですね、僕のいつも使ってるゲーミングモニターですね。動画の方でね、詳しく説明してるので、興味ある方はそちらをどうぞ。で、これがあれですね、マウスはこれです。マウスはこのロジクールのね G602 っていうすごいコストパフォーマンスの高いマウスと、あとフィルコのマジスタッチコンバーチブルっていうものと、あとヘッドホン、これですね。このヘッドホンはですね、ソニーの、まあ、MDR-CD900ST っていう、まあ、業界基準って言われてるね、よく音の制作現場でね使われている業務用のヘッドホンになりますね。これでまあ最近は音を合わせたりして、そういう風な調整はしてます。はい、ほんと最近ですけどね。で、机の上はね、まあ大体こんなもんですよ。モニターがどうしてもね目の前に来てるんで、こんな感じになっちゃうんです。そして横に行きますと、はい、ここにね、こうナノ波勢がここに積んでおります。ナノ波タッチがここにね、こういろいろ置いてたりとか、あとパワーアンプですね。このパワーアンプを使ってこちら側にあります、このスピーカーダイヤトーンの DS2000 っていうモデルになるんですけれども、なかなかね、かなり古いモデルになるんですけれども、すっごいね音がいいんですわ。もうすこぶる良くてね、僕は大変気に入ってます。それをねちゃんと角度とかセッティングして、両方の角度を同じにして、でなおかつ、まあ、周囲にね物を置かないようにこうして、完璧にじゃないかもしれないけどね、結構気合い入れてセッティングしました。で、このねアンプたち、これがそれのアンプ、ヤマハの PC2002M っていうね、音楽が鳴ればね、このねここのねメーターが動くんですよ。そういうのがねやっぱ見てていいっていうね。で、これが CD プレイヤーになりますね。ケンウッドの DP1000 っていうモデルになります。これもなかなかね古いんですけれども、
結構そうですね、当時はお高かったみたいなんですけど、まあ運よく手に入れました。これがその下にあるこれがプリアンプですね。パワーアンプのボリュームとか、あとは CD からとかパソコンからとかいう、そういうセレクター代わりになるものです。でこちら側になると、この左に見えますのがスタックスの、これ何だったっけかな、SR1TS だったっけ、そんな感じのアンプですね。スタックスっていうとね、なかなか聞いたことある人はいるかな、ヘッドホンね詳しい方は多分聞いたことあると思うんですけど、こちら側にね、あのスタックスの 007A ですね、 007A とあとシグネイチャーっていう、まあ今の現行のもののちょっと型落ち、結構前のやつになるんですけど、素晴らしい音で鳴ってくれてますよ。やっぱねスタックスはこう専用アンプじゃないと鳴らせないねヘッドホンなんですけど、音のね綺麗さが全然違うんです。本当にねすごいクリアでね生々しいですよ。これもまあ近々アンプの方がねもっと新しいものに変えようかなと思っていて、でここにまあねナノハタチとあとナナさんのネンドロイドが置いてあるというわけですよね。で横に見えますのがマランツのヘッドホンアンプ HD ダック1になりますね。まあ、このダック1でUSB ダック代わりとしてパソコンからこのアンプに、このプリアンプに入れてここでオーディオを再生するっていうのもありますし、あとは下に見えますねここの CD プレイヤーのやつともつないだりとかいろいろねできる、これもヘッドホンアンプなんですけれども、いろいろね USB ダックとしても使えるっていう、かなり万能ちゃんですね本当に。これはねいろいろなヘッドホンがこれ一つでもうこれで完結するんです。すごい便利です。でその下にあるのがマランツの AV アンプ SR6003 っていうやつですね。これがあるから映像の切り替えがね簡単になるんですよ。パソコンのねこのメインのモニターに映る、今ナナさんのやつ映ってますよね、これパソコンの画面です。パソコンで見てたり、もうこのねリモコン、このリモコンを使えばいろいろとねテレビだったりとか、あとはゲームだったりっていうのもいろいろねこう切り替えが効くんですよ。そういう風な面ですごく便利です。でこういうアンプ、サラウンドアンプがあるということは、上の方にですねこう引きますとジャジャンってスクリーンがあるわけですね。スクリーンの方はですね80インチの4対3比率の、KIC っていうね学校とかでよく使われてるモデルなんですけどね、これをヤフーオークションでね落札しまして、無事ねこの設置にね3時間ぐらいかけましたね。10キロあるんですよ。これをね壁に穴を開けずポールでこう吊ってみるっていうのもねなかなか至難の技でした。このポールもねなかなか耐荷重の高いものを選んでね、まあ落ちることはないと思いますけど、こんな感じでねやっておりますよ。でスクリーンをね広げた時のやつをねちょっとね撮りたいと思うので、ちょっと止めますね。はい、というわけでこんな感じでねスクリーンを下ろすとこんなにぴったり、もうほんとね壁がギリギリ、ほんとこのね調整はねスクリーンのその奥、まあそう置く場所だったりいろいろあったんですけど、ギリギリに収まりましたね。こんな感じで動画を見たりアニメ見たり奈々さんのライブを見たりっていうわけですよ。で照明を消すとよっ、こんな感じでね、まあ、結構鮮やかに映るわけなんですよね。もうねこのスクリーンで見るいろいろねライブやらアニメやら映画やらっていうのは素晴らしいものですよ本当に。という感じでね、はい、これは一旦ここで、で次にこちら側が本命ですからね。まあこっちもそうなんですけど、今見せたのはオーディオの面です。オーディオの面、こっちがナナさんの部屋というね感じでバーッとなってます。こんな感じです。こっちにもあります。
こうね、メガネのナナさんがね、素晴らしく僕はね、好みでね、まあ、こっちの上にもね、飾ったりしてるんですけど、こういう風にね、あの照明を使ってちょっとばっかしやってるわけですよ。もうね、カメラがね、ここまでしか引けないからごめんね。ここまでしか行けないからさ、あ、そういえば紹介してなかったけど、これがあのマイクです。このこれですね、このなんかちっこいの、このちっこい棒みたいなのが僕のあのアーカーゲーの C747 っていうマイクなんですよ。ピントこれで合ってるかな、これですね。これがね、あの7万円と言われる、定価7万円と言われるお高いマイクを激安で手に入れたあれですよ。本当棒みたいでしょ、ほとんどね、なんか本当棒マイクみたいなね、あんな形じゃないんですよ。スイッチもなんもない、そんな感じですね。で、そのマイクなりなんなり、ここがまあとりあえずナナさんのコーナーですよ。僕のね、あのツイッターのなんだっけ、あのサムネイルじゃないや、背景みたいなあれに設定してます、これを。でね、ここの箱の中、この中ですね、この中にちょっと寄りますね、はい、この中にね、ちょっと待ってね、ほっ、あ、やばい、バルディッシュ、はい、こんな感じでナナさんの CD を収納しております。まあね、こういう風なもう入れ物もうね、これだけになっちゃうとね、もうね、入れる場所がなくなっちゃってね、次のシングルやらライブシアターのね、ブルーレイが出たりしたら入りきるかなというね感じです。で、こちら側になるとヘッドホン、そう、またオーディオのね面になります。いや、ちょっとこのちょっと勘弁してくれよ、はい、 OK。 これがオーディオ、ヘッドホンのコーナーになりますね。これがアーカーゲーの Q701 っていうモデルですね。最近使ってないね、買ってちょっと使ったぐらいだね、ちょっとあれですけど、すいませんね、空気になっちゃって。で、横から見ると分かりやすいかな、これがベイヤーダイナミックの DT990 Pro です。このヘッドホンはちょっと音量が取りづらいんですけど、音量取れる環境があったらすごいアニソン向きです。どん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 っていうね、もう低音と、あとシャン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 っていう、まあまさにドンシャリですよ。すごい聞いてて気持ちいいですよ。でも長時間はちょっと疲れるかもしれないね、別に装着感とかじゃなくて、音がねどん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 しちゃうから。で、これが DT770 Pro とゼンハイザーの HD650 っていう、この安定器、この安定器すごいあのいいですよ。低音も出るし高音も綺麗だしっていう、その僕のこっちのやつの上位バージョンみたいな感じですね。本当にそつなくこざしてくれますね、この子は。で、下に行くとオーディオテクニカの ATHW1000 ですね。今はもう売ってない、ちょっとね、あの限定じゃないんだけどね、もう生産終了された、かなり高音の綺麗なねヘッドホンになります。オーディオテクニカの A2000 とか、そこら辺ですね、 A2000X か、あそこら辺の高音と高音の綺麗さとなんか似てるような気がしますね。で、こちら側に行くと、まあここにはまあいろいろキーホルダーとかモバイルバッテリーとかがあって、で、ここにちょっとしたものたちが置いてるわけですよ。ここでね、あのラジオとかをまあ聞いたりするわけですよ。これが一番上のやつがオーディオタイマーっていう、まあ昔ね、あのオフタイマーっていう機能がないんですよね、昔は。それをまあこの機械だけでやってのけようっていう、そういう感じのものです。で、 iPhone4 はね、あのラジオを聞くときにこれにねぶっ刺してあのアンプにつなげて聞いてるわけですよ。こうやって聞かないとね、あのちょっと iPhone からの接続じゃないとね、いろいろ大変なんでね。で、こちらはケンウッドのチューナー、 FM チューナー、 CD プレイヤーと FM チューナーと、これがアンプですね。アンプ調子悪いんでね、あの右左か左しか音出ないんですよ。たまに右が出るみたいなね、そんな感じです。まあこれがどこにつながってるかっていうと、ここの坊主のこれと、あと先ほど紹介した、もう今椅子でちょっとかぶっちゃってますけど、
ここの下にあるこの音響のスピーカーがここにね2つ引いてあるわけですよ、土台として。このこれですね、黒いやつ黒いやつっていうね、そんな感じで。であとは CD ラックとしてね、本棚を CD ラックとして使ってます。こんな感じでバーっと CD がね多いんです。本当にこんなにあるんですよ。もういい加減ね、あのねどうにかしないと溢れんばかりの CD になってますんで、ちょっと困りかけてますね。でこっちが右側に行きますと、これが最近作った僕のあのサイドテーブルです。スピーカースタンドを使ったねサイドテーブルとなっていて、そしてここがまた CD ラック、一番左がねクラシックオンリーで、あとはもうアニソンばっかりで、あサラウンドスピーカーの話してなかったな。これがね B&W の685っていうモデルのねスピーカーになっててね、まあ前のメインだったスピーカーだったんですけど、かなりねあの良かったんですけど、ダイアトーンに比べるとねちょっと物足りなさがあるんで。でこちらはダイアトーンの DS77Z っていうねあのスピーカーになってます。ここにねあの僕がこうピンズをね買ったら、ここにスピーカーのネットって布になってるんでちょうどいいなと思って飾ってるんですよ、こうやってこういう感じでね、うん、こんな感じで飾ってたりとかしてます。でここに7丁ものクッションがあったり、ヘッドマウントディスプレイの残骸があったり使ってないね本当に。であとは上の方にねダンサーの CD あって、でこっちに漫画があると、まあ、CD とこっち左は CD、 右が漫画ですね。漫画もねもう最近はね集めてないんでね、ほぼもう完結してたりしたり、あとはほぼ集めてなかったりとかね、更新がかなり止まってます。でここに布団がね置いてあるわけですよ。こんな感じのね僕の部屋でした。あそうだ、椅子ね、椅子はこのエルゴヒューマンのねあのエンジョイっていう椅子をね使ってます。これすごいリクライニングが倒れてねなかなかいいと思いますよ。そういう面では他のやつより一線置いてるんじゃないかなってぐらい。でサブウーファーはねフォステックスのサブウーファー使ってますね、すごいいいですよ。でサーキュレーターとかあとセンタースピーカーはヤマハのやつで、まあそんな感じですね。結構ね模様替えをして広くなったんですよ、ここのね面積が。面積がって言ってもちょっと分かりづらいかもしれないけどね。まあとまあこんな感じでこういう風に僕はねあの休日を過ごしてます、この部屋の中で。あと上にねこっち側にあるのがまあいろいろねあのごちゃごちゃとしたそんなに、まあ、ヘッドセットだったりこういったものですね。でグッズなりなんなり飾ってたり、あと上の方にねプロジェクター、これがソニーのプロジェクターですね。まあ、4K には対応しないけどフル HD は対応してるよっていう、なかなかね応答速度がねテレビよりなかなか優れてて普通にゲームできますよ。コールオブデューティーとかプロジェクターでできますよ。でここに奈良さんの等身大プターベストリーがドカンと置いてあるわけですね。はい、という感じでこうやって戻ってきました。はいね、こんな感じで今回は部屋の方をね紹介させていただきました。皆さんもね模様替え楽しいですからぜひやってみてくださいな。というわけで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。